皆さんこんにちは、 MPB 考察委員会です。現在世間を騒がせている東北楽天ゴールデンイーグルス安楽智弘投手のパワハラ騒動、調査の結果事実と裏付けが取れたため30日に自由契約とすることが発表されました。球界を震撼させたこの事件ですが、起きた理由は安楽選手が悪いのは前提として楽天の球団体制や体質によるものだといった批判も巻き起こっています。実際問題視する点は多くありうのも事実で、球団が全く悪くないということはないでしょう。一体なぜこのような事件が起こってしまったのか、今回は楽天球団が抱える問題点などについてご紹介していきます。まずは事件についてです。済美高校時代に甲子園大会準優勝の実績があり、2014年ドラフト1位で入団した安楽投手、当初は先発として期待されていましたが結果を残せず2020年からリリーフに、2021年には自己最多の58試合に登板するなどブレイクすると、今季も57試合で3勝2敗、防御率 3.04、 ジ・ホールドと楽天中継ぎ陣の主力として活躍してきました。そんな楽天の主力である安楽投手に先日パワハラ疑惑が浮上。関係者によると複数の後輩選手から今オフの契約公開交渉の席などで安楽投手から日常的にいじめを受けていると球団に告発があったといいます。この件について森井茂之球団社長は、今いくつか耳に入ってきています。事実認定が難しい現状の中で本人を含めたヒアリング、事実関係の調査を球団としてしっかりやりますとコメント。契約公開交渉は無期限延期とし、全選手監督コーチにアンケートを配布しました。そして30日に会見を開き、アンケート結果を報告。森井球団社長は、これまで報道なされていた事象についてほぼ事実と判明しました。本人としても大変申し訳ないと反省の弁を何度も述べています。本日提出期限だった保留選手名簿への記載をしない結論に至りましたと説明。パワハラ被害を受けたのは10人、見た聞いたのは約40人としました。2024年度での再契約の可能性はないとのことで、球団は謝罪の場を設けるサポートはしていくとのこと。29日に森井社長が安楽選手に自由契約にする旨を伝えると、安楽選手はかしこまりましたと返答したといいます。このパワハラ騒動は野球界に大きな影響を与え、今季不祥事を起こした山川選手は FA するものの、この余波で交渉が難航気味、さらに出番を求めて自由契約になった中田翔選手も余波を受けているようです。またヤクルトでは急遽ハラスメントに関する講習会を実施。他の球団も似たような事例がないか今後講習したり改善に動くでしょう。この安楽選手のパワハラ騒動ですが、やった本人が一番悪いのは前提なのですが、ここまで大事になったのは球団の体質が悪いからという話も出ています。近年低迷している理由も、こうした事件が起きるのもその体質のせいという意見があるのです。これについては野球界でも言われているらしく、2014年にドラフト1位指名するも交渉権を獲得できなかったヤクルトのスカウトによれば、むちゃくちゃいいやつでキャプテンをやっていたし、済美校の上皇監督も褒めていた、おかしなところがあったら指名していないと振り返っており、これを聞いた球団関係者が、もしヤクルトに来ていたら事件は起きなかったと思うと言っています。それくらい内部に問題があるというのです。一体その問題とは何なのでしょうか。楽天球団の問題点をいくつかご紹介してきます。原因1、戸様が多い。まず原因の一つが、生え抜き選手が少なく外部からの選手が多いからと考えられます。楽天はトレードや FA など外部からの補強が多いチームで、昨年は中日の阿部選手を獲得、その前には巨人から住谷選手を獲得し、 FA ではロッテから鈴木大地選手、浅村秀人選手を獲得しており、他にも岸選手、西川選手など外部の有名選手たちを獲得し戦力としています。これ自体は別にいいのですが、その代わり生え抜きのベテランだったり功労者を平気で切ってたりするんですよね。勝負の世界のため戦力にならなければ切るのは常識とは言いますが、あまりにバッサリ切るため生え抜きのチームリーダーと呼べる選手がいないんですよね。今季チームでキャプテンを務めたのは浅村選手ですが、彼はもともと西武の人間。そもそもなぜ生え抜きじゃないとダメなのかというと、会社とかでもそうですが、組織には組織の色があり、
外部から来た人間よりずっと同じ組織で活躍したベテランの方が内部を知っていたり、苦楽を共にした人も多かったりで、やはり信頼度が違います。そもそも移籍組は大きな期待と成績を求められるため、チーム愛を抱いたりチームを支えるといった考えをする余力はないでしょう。 FA なら大きな期待を背負いますし、トレードなら後がないような状態だったりしますからね。また日本だけではありませんが、どうしても縄張り意識みたいな部分が人間にはあるので、戸様が率先してチームをまとめるのは向いていなかったりします。よほど成績を残しているか、愛されキャラじゃないと難しいでしょう。そもそもなぜ戸様が多いのかというと、球団の歴史が他に比べて浅いこと、それゆえ固定のファンも多くはなく、ビジネス面で考えれば勝つという選択肢しか取れないという点も挙げられます。また生え抜き選手の育成がうまくない点も挙げられます。特に野手が致命的で、辰巳選手や島内選手など一定の成績を数年残した選手はいますが、他はあまり見当たらず、なかなか育っていません。またドラフト戦略もほとんどが即戦力の選手ばかりで、しかも投手ばかり取っています。2004年から2014年までドラ1は全て投手。そのため投手で見ればいい選手は多いのですが、その弊害なのか野手があまりおらず、戸様を獲得することが多いようです。球団が若い上にすぐに生え抜きを切る、首脳陣も戸様が多いから育成メソッドができていない、このあたりが要因の一つと言えるでしょう。ちなみに楽天の歴代監督を見ても、生え抜きで監督になったのは2019年の平石監督のみ。その平石監督も A クラス入りに導いたのに、なぜか1年で退団しています。一方でこうした巡回と歴史の浅さから、他球団よりも有力選手や OB による派閥争い等の噂も極端に少なく、良くも悪くも仲良し集団となっている部分もあります。こうしたぬるま湯体質が出来上がったことで、安楽選手のような暴走した選手が生まれたのかもしれません。2. フロントがやばい。2つ目は楽天球団のフロントがやばいというもの。実は楽天、最近ではソフトバンクが話題にいるためあまり目立っていないのですが、負けずと劣らずフロントがやばいと言われているチームで、さまざまな問題が浮かび上がっています。これはかなり有名な話ですが、フロントが現場に介入することが楽天にはよくありました。この件は初代監督の田尾監督、2代目監督の野村監督も認めています。また介入するだけして情報の共有を行わないという組織としてどうなのかというものもあり、それが結果的にチームの敗戦につながっています。その事件が2018年のことで、この年楽天は開幕から連敗を重ねると、ゴールデンウィーク頃に2005年よりも早く自力優勝が消滅、梨田監督がシーズン途中で休養し、平石ヘッドコーチが監督代行を務めます。実はこの時楽天キラーである西武菊池雄星選手対策としてマウンドの回収を行ったそうなのですが、その旨が楽天投手陣にも伝えられていなかったのです。当然マウンドが変わったため投手陣も慣れず、本拠地でありながら勝率が悪化し最下位に。このほか作戦室の過剰な現場介入が報じられるなど、首脳陣とチームの間の軋轢が浮き彫りになりました。また球団 OB からこんな声も届いています。これは松井裕樹選手が今季オフに FA した時の話なのですが、メジャーの話がなくても松井は出て行っていたと思うよ、あそこは生え抜きが長くいる球団じゃないから、こう語ったのは10年代に活躍した功労者の男性で、ピークを過ぎると戦力外通告を受け、球団職員などのポストも用意されなかったといいます。年俸が高いのは戸様ばかり、見た目の年俸総額が高くてももらってるのは FA で移籍してきた浅村秀人やメジャー帰りの田中将大でしょ。試合で使われるのも移籍組が優先されて、生え抜きにはチャンスが少ないと批判しており、その現在のフロントについて先の OB は、楽天というと三木谷博文オーナーの現場介入がとにかく言われるが、三木谷さんは近年はあまり野球に興味がない、それよりも幹部同士のポスト争いが激しい、外国人選手も含めて自分が連れてきた選手を現場にねじ込んで手柄にすることが常態化していると現状を嘆いていました。また球団トップの交代も目まぐるしく、森井茂之球団社長が就任したのは今年7月という異例の時期、22年1月に就任した米田洋介前球団社長はわずか1年半で事実上の更迭となっています。石井前監督は18年9月から編成トップとしてゼネラルマネージャー GM に就任し、
21年から GM 兼監督として、23年まで兼任したものの、今季は兼務を解かれて監督に専念、編成権を球団に戻した形ですが、ここでも問題が生じています。他球団の編成担当はこう酷評しています。編成の窓口がどこなのか全くわからなくなった。トレードを持ちかけるにも誰と話したらいいのかさっぱりわからない。こんな球団は他にない。実際、23年に入ってから楽天が絡んだトレードは一切なく、新外国人などの補強もストップ。編成部門が事実上停止したまま今季を戦っていたことになります。このように、フロントがぐちゃぐちゃで、現場との意思疎通も取れていないんですよね。当然、フロントが介入したり、内部がぐちゃぐちゃになっていたら、現場首脳陣はフロントへの対応が増えますし、そうなると次は現場の管理が不足し始めます。もちろんフロントを相手にするのは監督でしょうが、監督が動けないとなると首脳陣も動けませんし、下手すれば監督のサポートに回ることになります。こうすることで首脳陣による選手の管理が不足して、もともとぬるま湯体質なのもあり、つけ上がる選手が出てきたのかなと思います。安楽選手に限らず、過去にはオコエ選手、窃盗で問題になった柿沢選手など、明らかに管理不足でやらかしている選手がいます。伝統もなければ OB など怖い人もいない。そして首脳陣はフロントと対応している。その上、選手層も厚くないから、多少成績不振でも使われる可能性がある。特に投手、これでは選手によってつけ上がる選手もいるでしょう。近年優勝したオリックスやヤクルト、ホークスや巨人には生え抜きのベテランが一人はおり、チームリーダーとしてチームを引っ張っています。阪神は若手が多いですが、真面目な選手が多く、首脳陣も生え抜きの精鋭たちばかりで、そもそも注目度も段違いのため、違ったプレッシャーもあり、遊んでる暇も起きないでしょう。競争も激しいですし、また球団は優勝のために戦力補強も惜しまず、現場介入もほとんどしていません。それらと比べると楽天はやはり甘く、フロントに邪魔され、内部も緩くなってると言えるでしょう。注意する年長者もおらず、つけ上がれせてしまったのは球団の責任と言っていいかもしれません。とはいえ、パワハラを働いたのは安楽選手の甘さと己の理性のなさが原因。楽天が悪いという声もありますが、一番は安楽選手が悪いです。甘やかされたとはいえ大人なので、そのあたりはきっちりしないとダメですし、擁護のしようがありません。自由契約とはなりましたが、楽天はまだチャンスを与える可能性を話しており、来季再契約の可能性は否定していますが、25年以降について今ここで私が 0% という発言はできないです。それをもって契約意思ありとは思っていただきたくないと強調。その上で、彼がどうやって社会復帰していくか見守りたいと続けています。まあ、ドラフト1位でチームを助けた選手ですし、ラストチャンスを与えたいとは思ってるのでしょう。また楽天は騒動を受けて、すでにハラスメントの相談窓口を設置しており、12月中旬までに再発防止策をまとめ、春季キャンプ前に専門家を呼び、ハラスメント講習を行う予定といいます。対応が今更な気もしますが、まあ対策が進んでいると言っていいでしょうね。まだどこか甘さを感じる球団対応ですが、この判断が吉と出るのか凶と出るのか、再来年以降の判断と結果に注目していきましょう。皆さんは楽天球団の内部や安楽選手の処分などについてどう思いますか？よかったらコメントで教えてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。